はい、どうも、コンシェルジュです。依頼者様から、性的な問題のご相談とかも受けることがあって、で、女性の依頼者さんからもお受けすることがありましてですね、女性向けですね、こういうような、エッチ嫌だっていう、大体の男、僕も含めて大体の男が嫌がる女性の対応っていうのを、女性のエッチ時に受ける女性の対応っていうのをお伝えしようと思うんですけど、これはね、まず反応が鈍いってことですね。反応が鈍いのは何が嫌だかっていうと、もちろん面白くないですし、こっちサイドが自信をなくすんですよ。これ重要。自信をなくさせてるんです。あなたは恥ずかしいから反応が、ぐらいかもしれない。でもこっちは落ち込んでますからね。あ、全然気持ちよくないんだなって思ってますから。つまりどういうこと？僕が下手だから。っていうふうに思ってます。で、下手じゃなくてもそう思うんです。でなぜかっていうと、僕ら男衆は何見てるかっていうと、アダルトビデオね、セクシービデオ見ておりますから、そこではその男優さんたちが、ね、たくましい男優さんたちが、演技とはいえですよ、女性が喜ばせているのを見ているわけ。で、それが普通だと思ってるんで、全然反応ないじゃんってなったら、自分めっちゃ下手なんじゃんって思うわけですよ。そうすると、もちろんしたくなくなるし、元気が出ない、下手したら好きじゃなくなりますね。なので反応鈍いっていうのはこれ一番の大問題です。だから嫌かもしれないですけど、やっぱりね、その性のその交流っていうのは非常に大切な問題でしょ。例えばその夫婦だってセックスレスっていうのは法律的にもう離婚の理由として正当な理由ですっていう、法律っていうか判例になってるんですね。それぐらい大切なことなんです。肉体関係、男女の肉体関係っていうのはそれぐらい大切なことなので、ぜひね、その辺は研究、女性もね、研究してください。なんかそういうビデオとかネット探したらあったりしますでしょ。で、その最悪コミック的なものでもいいんで、スマホで見れるやつで、なんかそのちょっとエッチなものを男向けのやつ見たりして、ああ、男ってこういうバカな対応を望んでんのねっていう、女性から見たらバカじゃねえのっていう話ばっかりですけど、でもこういうバカな対応を望んでるのねっていうふうに思って、なるべくそのような行動をエッチするときにはしてあげてください。まずこれが一つ目ですね。で、あと真っ暗やめてっていうのは、これ前も言ったかと思いますけど、真っ暗にしてとかは意味がないです。見えないと何してるのかわからないじゃないですか。やっぱりこれは昔ビートたけしの本で読んだんですけど、男の性感帯は目であるって、これも何回も言ってますけどね、ここは今の話は何回も言ってますけど、目なので見えないと意味がないです。で、もう一つね、ちょっとこれはその男性向けの話にも つながってくるんですけど、導入部分っていうか、そういうのめんどくさいですね。めんどくさいっすねって言ったらあれですけど、多分めんどくさい人がほとんどだと思う。ちょっと触って、はいみたいな感じだと思います。っていうのはなぜかっていうと、男性、男の子の棒が、男の子の棒が大きくなってるのを長時間維持できないんですよ。で、自分のその意思で維持できるわけでもないし、これはもう生理現象なんで。で、例えばちょっとそのチュッチュしながらお布団の中で30分つったらもう普通の状態ですよね。もう終わってる。終わってるというか、落ち着いちゃってるから、もう燃え上がらないですよ。もうその穏やかにチュッチュしてるだけで、ああ俺も幸せみたいな感じになって、それでできないですよね。そんなに続く人いないと思いますよ。続くっていうのは、その何もそんなにエッチなこともしてないのにハーハー状態が続くっていうのは無理なんで、男は。だからどうしても男はその早め勝負にはなりますね。はい。ですからその辺も、彼がすぐこうがっついてきて、すぐこう何のね、その愛撫もなしに何か突っかかってくるっていうのは嫌だなって思ってるのは男からすると嫌ですね。はい。その辺を気をつけていただければと思います。
でも一番はとにかくその反応っていう、でそれを動画やね、動画教材やコミック教材などでぜひ学んでいただければと思います。今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。